ゃいましょうかね。ですね、今日先ほどそちらにいる紺色のつなぎを着ている方が、当バンドの B1 プロデューサーでございます。ライトニング・ディクソン。ピンターブギーバンドの名付け親でございます。天才、天才、名付け親が一番目立つ。それでそのちょっと右側、こちらから見て右側にいるピンクのつなぎを着ている彼女が当バンドの新鋭隊長でございます。ダイヤの紹介そのくらいにして、じゃあメンバーの紹介、こちらのバンド側の、当バンドの縁の下の力持ち、ドラムス父さん。そしてキーボード姉さん。姉さん、姉さん。そして今回から入ってくれましたベース、青隊長。隊長、隊長。そして、この人がいなかったら私はこんなバンドなんとできません。私のギターのスキルでは到底無理です。ギターの難しいところ担当横井部長。そして私、ボーカル&ギターの簡単なところ担当、八景純でございます。よろしくお願いします。八景純。八景。ちなみにさ、竹って考えたんだ、あれ。それは誰っていうと磯見さんになっちゃうからあれなんだけど、でも芸名にしたかもね。そうね、それはリキさんが、リキさん欲しがりなんだ。欲しがり、黙ります。では次、裏切り者の旅。イエイ。Thank you.
これあのみんなでお揃いのつなぎ着てますけど、一応これこの私の会社これ須崎とこちらがあの一応スポンサーになってみんなのつなぎを買ったんですね。経費でやってました。経費。作業着ということで。いいな。それであの今回ね、隊長が新しく入ってくれたんで、隊長のつなぎを買わないといけないということになったんですけど、まあ私もいい大人なんで、まあ誰とは言いませんけど、すかさずあの私が S が欲しいから私の M を着ろって言ったのがあります。それでね、まあ結局姉さんのために S を買って。会長が、あの、その、お風呂を切ることが、ね、新入りは辛いですね。その話に引っ張り出されると思わなかった。でも面白いですね。じゃあ、画像が見えない。これね、ちゃんとね、あのサングラスね、あの考えてね、この色の薄いのつかないとね、ダメなんですよ。あと、私も一番最初にかけたら真っ暗で何にも場所が見えなくて、もうこれが一番いいです。100均のこのサングラス、これが薄くてもうよく見えます。薄くてあれだね、不便に食べらず覚えろっていう話なんだよね。それとあとね、いいことかな、このね iPad 使ってるんですかね。 iPad だとバックライトがあるから結構見やすいです。ああ、なるほど。ということで、どういうことですか。どういうこと。じゃあ、カッコマン振り行ってみましょうか。ちょっと待って、キー間違えない。はい、前ね、これ A で行かなきゃいけない、間違えて G 引いちゃってね、G から入っちゃいますもん。そうね、メンバーはずなはずな。銀座原宿六本木パリートップにヒットソン、カッコマンになりたくて、カッコマンになりきれない、カッコマンになりきれない、それが悩みの種じゃん。アフロヘアにダメなのはロンドンに続き、ビューティーのピアスにメンバーの何を持ってくるかの気がまず、カッコマンになりたくて、カッコマンになりきれない、カッコマン、つなぎとサングラスとねじり始めて手脱ぎでしてるんですけどね、今日なんか
いっぱいいろいろ着なきゃ身につけなきゃいけないものがあってちょっと説明させてもらってちょっと自慢もありまして、まずまあこれね、これね私今年還暦なんですよ、赤のベストを着てダイビやろうと思って着てます。これ私の一応還暦ボンバイ、還暦の私の作ったタオルでございます。それとですね、なんと、この中に着ている T シャツがダウンタウンルギーバンドの、T シャツ、これはベースの青隊長が私の今年2月誕生日に誕生日プレゼントに、いいの作ってくれました。ちゃんと脱ぎなさいよ。で、まあこんだけメンバーいてこういうことしてくれたのは隊長だけです。またね、もう一個ね、このバンダナなんですけどね、これは先ほど紹介した新鋭隊長のね、あゆみちゃんがなんかつなぎを着るのにね、なんかちょっとねきつくなって前を開けて着るっていうので、じゃあこのお揃いのこれをねして、これを見せるとわざと見せるためには前を開けてるんだよっていう体にしようかっていうことで、これをね今日はつけてます。それとちょっと今日これ脱いじゃいますけど、もう一個自慢していいですか。ダウンタウンズギュギバンドのリードギターを弾いてた、和田志蔵さん、その方がこの間前座をやらせていただきまして、サインが入ってます。これもね、まあ着ようか大事に取っとこうか考えたんですけど、まあ、言ってももう還暦なんでね、先が短いんで、もうみんなにも自慢したいし来ちゃおうと思って、タオル持ってるとかいいよ。貴重面貴重面貴重面、こう見えて貴重面なんで、もう人となりがね。ということで、どういうことでしょうね。次の曲、身も心も、イエーイ。
you
省しないといいですもん。一応めくれば。完璧には答えますね。いやいや、まあ